僕は悪くないですなんだな。悪くないことはないです。何なんだって、どっちなんだって決めろお前。進まんねえ話が本当に、はい、腹立ってくんな。お前何分喋っとんじゃんボケカス。お前やってること詐欺だぞ。もう裁判所で喋れよそれ。お前遊びちゃうぞこらボケカス。どうまで売りつけ合わせんだこのターゲーこら。よし、お疲れ様です。皆さん、視聴者の皆さん、はい、今日はね緊急にカメラ今回してるんですけど、はい、まあ問題が発生しましたよ。あのね、まあ、とある営業マンが会社辞めて、はい、うん、まあ別に引き継ぎとかして、はい、辞めてったんだけど、はい、まあ、ちょっとお前長かったな。そうですね、まあ、まあ家が近いしな、はい、でいい子はいい子だったんですけど、まあ、いろいろあって辞めて、はい、で、まあ、とある情報から、俺の違うリフォーム屋さんから、はい、あれってあそこってなんかね、まあ、現場やってるよって言って、はい、あれってあの辞めた子の物件じゃなかったって言ってさ、はい、だっていやあれボツになったぞっていう話から、あ、はい、意見分かる。100万か150万ぐらいの仕事だったんだけど、はい、契約決まっとったんだけど、まあ、そいつがまあボツになったと。あ、本人が、まあ、なんかいろいろあって、あ、うん、で、あ、まあじゃあええわって言って、はい、まあ、俺がそれ直接かかってないんだけど、はい、そこの担当のたちとの話の中、俺もその情報すら知らんかったんだけど、俺は別に引き続ききちっとやって終わらしとけよで終わっとったからさ。あ、はい、で、まあ、たまたま今日その社長がさ、俺の友達の、はい、あそこ足場やっと、あの現場やっとったぞって言ったもんね、はい、あのちょっとリフォーム関係だもんね、足場かかってないんだわ。あ、そうです、だけどあのゴミバッグとか外に置いてあると分かるじゃん、はい、あリフォーム入ったなって言って、でその子にまあ相談したりとかいろいろしとったんだろうな。うーん、でなんかやっとったぞっていうことから、はい、何を俺はじゃあその話から疑ったっていうと、はい、結局さリフォーム業界ってよくある。お前来たことない、まだうちの中ないもんな、なかなか今は。昔はあったけど10年前とかしょっちゅうあったよ。結局 お客さんと直接これやっちゃうの金を、はい、それか業者、はい、お前らが発注かけるでしょ、30万とか40万とか塗装30とか材料、はい、まあ、材料はやれんけど、はい、手間とかあるじゃん。でこれ10万やるもんで2万バックしてとか、はい、50万は出すもんで10万バックしてとか、はい、これ業者とのやり取りだもんな。そうですね。であとはお客さんとのやり取りで、なんか要は直接やったら安くちょっとできるもんで、行ってやるパターンと、はい、現金回収して勝手にポッケ入れてるパターン。うちはもう全部あった。あ、そんな犯罪のオッパレードだった。ええー。まあ、どの会社も経験してると思うよ。あ、まあ、コメント欄ヌンのこと考えると、まあ、そんな管理が悪かったなって、まあ、本当にその通り、管理がやっぱ立ち上げの時って悪いじゃん。はい。で、まあね、言い方悪いけど、取ってつけたようなやつでも採用して。だって俺もう行って、営業マン、今15人ぐらいでしょ、営業管理含め。そうです。100人は使っとるでね。まあ、炭素って言ったら失礼だけど、はい、まあ、入ってきてすぐ辞めていく人はいっぱいおるわ。まあ、古いメンバーは固まっとるけど。はい。まあ、よくこんなそんな会社大丈夫って言うけど、一番やばい会社ってのは優秀な人が辞めていく会社、必要な人材が辞めていく会社だけど、まあ優秀じゃないって言ったらあかんけどな、みんな若い子たちも辞めていく、うんうん、でもまあ入ってきた子たちがちょっと合わんくて辞めていくっていうのはまああると思うんだけどさ、はい、でまあそういう中で、まあ、はい、俺は何を疑ったっていうと、まあお客さんと直接やってんのか、はい、もしくは塗り替え道場の名前で勝手にやって現金回収してんのか、あ、ってことを疑ったんですけど、はい、これまあ本当にもう今日でもうすでに事件が発生してんだけど、はい、一件さ、まあたまたまそういうことだもんで、まあその部署の人間に調べてくれって言ったわけじゃん、はい、で他の物件もあるだろうって言って、うん、全部あのボツになった案件とかちょっと電話しろって言って、はい、でそいつもなんかあれとあれは怪しいなって言っとったんだわ。へえ、さっき言ったやつらだろ。ああ、はい、うん、でもう電話したらもうドンピシャリ、へえ、15万か20万ぐらい来た、17万何本って言ったな、 そんぐらいですかね、うん、もう現金回収しちゃってるんですよ、視聴者の皆さん、まあ、そういう事態だよ結局。あ、まあ、そのお客さんに電話したら、いやいや実は領収書と、はい、領収書となんか保証書持ってきてって言ってんだけど全然来ないよって、どうなってんのって、いや、まあ、実は辞めたんですって、はい、そいつもまあ悪くもよくも聞かして、はい、あ、申し訳ありませんって、現金はまあ当社でもあの預かっておるじゃないけど、だから俺はもうそいつらが勝手にやったことも保証しなきゃわけよ、はい、言ってるの分かるでしょ、勝手そいつがやったんだけど、
いや俺知らんよって、あんた騙されたんでしょってより言えんわけじゃん。愉快道場の名刺持たしとったらこっちの責任だから、はい、で昔あったのはもう癖が悪いやつはあの勝手に 職人とやってうちに保証しろって文句に来たやつおるけどな。えお客さんがちょっと安くなるって言って、はい、そいつと勝手にくっついてやって、はい、で保証しろって言って坊主何年かしてから、いやうち関係ないですよって言ったら、はい、いやそんなことないって言って、いやだって記録がねえんだからって。そうですね、最初にじゃあ印鑑ついたらなんか領収とかなんかないんですけど、そんなの全部捨てたって言って、はい、でそいつ直接やっちゃったんだわお客さんが。で1割バカ抜いて、はい、まあ、抜けるわけじゃん実際に。あらりってまあまあ視聴者で一般の人が聞いとってもいいですよ、まあ、仕事やっとるから営業マンの給料、はい、ね、広告宣伝費事務所の家賃とかも全部かかってんだから、はい、それ何でもそうだろ。コンビニ売っとるもんが100円のものが100円で吸い取るわけねえじゃん。そうですね、そうそう、だけどじゃあ保証も何もできないよっていうことだろうし、はい、一回で終わりゃいいよ。だけど十何年後今度塗装するときにまた塗り替え道場に頼むと、ね、メリットデメリットもあるわけじゃん。ああこの間前回やってくれた人ならじゃあきちっとやってあげようとか、まあ、いろんなことがあるわけでしょ ビジネスって。はい、でそのお互いにバカなことやるもんで、うん、こうなる、まあもうねまあ、実はまあこれもう今日さっき電話して、はい、もうそれお客さんがもう認めたからね。あお前も横におったけど、はい、視聴者の皆さんもう俺電話してじゃあもうお前これ完全横領だぞって、はい、で今日あの、まあ、最初今日来いって言ったんだね。そうですね、なんかもう仕事があるから来れんと、はい、じゃあ7時でも8時でもいいわ来いって言ったら、はい、いやちょっとこのこのって、まあいいぞって俺横領で警察に突き出すぞじゃあって、俺は別にまあいいけどってお前と話すより警察の話は早いで、うん、警察と話すわって言ったんだわ、はい、なら本日はもうじゃあ次行きますと、うん、まあ、大体7時に呼び出してますけど、はい、まあ、ちょっとね、まあ、一応本人のプライバシーがあるもんで、うん、まあ、できや顔は出したくないなと思ってますけど、はい、まあ、うちもね理解道場だから嫌なこともいいことも全部出していきましょうっていうのが YouTube の原点にあるしな。そうですねそうそう、ああもういいネタ出たわみたいな感じだな。はい、まあ、だけど本当にねこれ一番みんな悩むとこだと思うわ。リフォームの世界の、うん、リフォーム業界塗装業界のもうタブーだよね。はい、で、まあ、職人が直接やるとかねお客さんと、あ、うん、もういいよとこれ追加工事じゃ2枚払っといてもうこれプッて出してやっといてとか、あ、うん、もうあるわけよ、はい、まあ、うちがじゃあどういう防衛策やっとんのって言ったら、うん、まあ、いろんなことやっても結局やっぱ人間関係を深めてそういうことやらんようにしていくしかないし、はい、普段からそれチェックしてますよっていうのは、まあ、いろんな手でやってるけどな、はい、保証書発行であれだよな、年間の定期点検もそうだよな、はい、うん、やっとりゃ、まあ後で分かるし、うん、で申し込み書っていうのもやってるよなうちは。そうですね、サインとかいろんなことをまあ一応やってるけど、はい、まあ、やろうとも何とでもなるよな。うわー久々に出たな。そうですね、最近ちょっと落ち着いてたんで、うん、落ち着いてたな、はい、まあ、ただ視聴者の皆さん本当に、まあ、まあ一般の人だとはそんな大会じゃ大丈夫って思われるとあれだけど、まあ一定まだ1年も見てない子ですよ。はいな、はい、1年経ってないな、はい、入社してだってそういう子たち、まあ、入れ替わりがあるでなやっぱ下の方は、うん、うん、ね、まあしょうがないけど、はい、うん、まあ、やったことはまあしょうがないもんね。うん、バカだな。はい、カメラ回しましょう。腕組んだ、お前、はい、やらかしたな。はい、すいません。説明する？うん、まず、まあ、電話アポしてたじゃないですか。でその時に、うん、の方で電話してたんですけど、行ってきたのが、自分がやってきたのが、うん、で、社長にその電話して、話になりそうだった時に社長に、報告したんですよ、僕が。で、予算が低い方なんですけどって言って伝えたら、じゃあ断れって言われたんで、で断ったんですけど、でも自分の中で、まあ、お金になるなって分かってたんで、少しぐらいはお小遣い程度になるかなって思ったんで、それでやったっていう。それで、まあ、辞めたから、まあ、行ってもいいかなって思いまして。どういうこと？塗装屋さんに。どこに発注かけたんだって？発注かけてないです、自分でやりました。自分で壁塗ったの？はい。うちの名前で？あ、うちの名前じゃないです。なんで領収書とお前あれ持ってこいって言っとるやねえか、お前。それはお客さんにちゃんと僕は会社通すと足場組み立てて、こっちと作業したんですけど、
その足場を組み立てなきゃ、あの勝手に工場作業車借りてきてお前塗ってきたの。はい。お前何やっとんのお前、泥棒だから。あ、レンタカー屋さんで借りてきました。知らんけど、はい、やってること泥棒じゃない。ちゃうんか。自分でやったもんでいいと思ったもん、お前。お客さんからは、自分でも塗装するような方だったんですけど、もともと貸してる家だったんですけど、その部分的に剥げてる部分があるからそこだけを直してほしいっていう要望があって、まあ、そんなんどうでもいいって、そんな 何がいいとかあれがいいとか、じゃあそれお前が勝手に客とやることをいいと思ってるかどうかって聞いてんの俺は。会社の名前を使ったら絶対ダメです。でお前会社の名前で電話して、お前会社の名前で話しそうんだろ。途中まで話をして、そこからあの個人で、じゃあ直接やるのはいいや、まあ、客はどうでもいいや、はい、お客さんはそれはお前と直接やれって言って、それは知らん俺の、はい、保証外なんな、はい、でお前それやっていいと思ってんの。いや、よくないです。じゃあ何お前こうなんで、ああなんで、そういうふうにやった経緯、悪くないです。いや、みたいな顔してるのか。そういう顔ではないです。何や、そういう経緯を説明してるっていう。どういう経緯。退職になって、退職じゃねえか、とっくに終わっとるやねんか。6月30日なんで、もう1週間前ですね、本当。で、いつ工事したの。だっていつになってお前領収書持って思ってた。お前30日はまだ5日しか経ってねえか。5日しか。じゃあもうメロ、じゃあ電話しろよ。じゃあもうスピーカーに電話しろよ。あ、大丈夫です。お前嘘ついてたら本当に横領で警察突き出すぞ俺。大丈夫です、大丈夫です。30日俺本当に俺やるでな、前やっとるでな。謝らいいもん、お前謝らんと言い訳言い訳や走っていくだろお前らみたいなやつ。ちょ、すいませんって、いや別にいいことだぞ。そのお前が泥棒してよ、さらに言い訳して、ああでもこうでない、僕悪くないターゲみたいなこと言うもんで、はい、いいよ、もう別に1万円でも警察突き出しちゃうよ。そういう経緯でやってしまって、うん、電話するんだな。はい、そこから知らんぞ、まあ後でお前30日じゃないって言ったら。大丈夫です。メルカリ道場じゃないって言ったら俺喋るでな。大丈夫です。もう領収書と請求書を送らなきゃいけないっていう。ん？してない？え、不動産屋に電話したと。うん、あ、僕電話して、うん、話おかしくなると思うんですけど、僕電話してるんで、退職して、うん、引き継ぎができてなかったもんで、ご依頼いただいてた案件どうなってますか言ったら、いやもう終わってるよって言って、うん、いやお金も払ってるから、そのお金会社に入ってないから言って。あ、そうやって、あ、そうだから、そうやって言ってんだろ。はい、目の前で電話してんやこいつ。いや、お金は預かりましたって言ったの。現金で預かってて聞かせて言ったんだぞこいつ。はい、どこの現金。もうちょっと座り方なんとかなるのかお前。でお客さんにどこの現金かわからない集金分があって、今照らし合わせてる作業中ですって言って、あ、ほんでわからんから電話したって聞かせて言ったんだろ。で言ってんの分かる。はい、分かります。この会社内で お金の流れがわからないものがあるから、うん、その確認の電話してます。そうです、この案件全部にちょっと確認の電話入れさせてもらってますって、うん、だけど向こうはそうやって言ったわけだろ。そうですね、現金預かっとるでしょって、向こうは預かっとるでしょって言っとんだぞ、うん、だから僕がしっかりとその会社通さずにっていうのを伝えられてなかったんで、1回目に行った時にどういうことだと、お前さっきはもう直接やるって話してできたもんで、こうやってやっとるったやねんか俺に。それがお前ずっと嘘やな本当。いや嘘じゃないですよ社長。じゃあ何じゃ。だからそれを伝えたんですけど、まあ、ほんで直接やりましょうって僕が塗りますってなったんだろ、はい、そうやって言ったよな俺今、はい、お前俺に言ったよな、はい、いやじゃあ直接塗ってくれるんかって、はい、言ったわけだろ。はい、僕はじゃあもう直接やりますわと。はい。ただ僕が。飲み会道場抜きでやりましょうって言ったんだろ。それ伝えたんですけど、お客さんが参加電話あった時にお金払ったもんで、飲み会道場のやつに払ってるっていうふうにお客さんが、しっかりそこが僕が伝えたんですけど、伝わってなかった。お客さんには。どういうこと？言ったら伝わるだろう。いや、会社で。僕個人でやりますって言ったんだろ、お前は。言いました。飲み会道場関係ないですって言ったんだろ。はい。はい、それ一番最初に会った時に伝えたんで、終わった時にもしっかりそれこれを伝えておけばこういったことにはならなかったかなっていうふうに。だけどお前領収書たら持ってこいって言っとるわけだろ。はい。
でそれは自分で作って持ってかなきゃいけないかなっていうふうに。じゃあその目の前で綺麗だよ、領収書なんかお前の自分の名前だったら。はい。お前やってること詐欺だぞ。もう裁判所で喋れよそれ。はい。もういいよ、もうやってあげるわじゃあ。こんなお前10万円のことでお前。すいません。ちゃう？いや、いいよ、お前そのまま鉄板張るならいいよ。で俺もそのお前だって今社員の示し使うもんお前みたいなやつがおると。はい。そうやって言い訳しや通るような世界だったら。いやいいよ、客が直接いやいいんだわって、自分と直接やろうって言ったんだわって。はい。言っとんなら別にいいわもう。はい。やめてくやつがそういうことやるのな。はい。俺もそれ以上何も言えんもん。はい。そういう電話あるもん現にな。はい。まあいいよ、ちょっと電話貸してくれ。お前の電話でもう行っちゃっていいか、これ実はこうこうこういう理由です。お前電話するんだよ、お前もたわけのことやるで。もういいよ。じゃあほんでまあお客が知らんって言って、いやいや塗り替え当時でやってるつもりだよって言ったら、もう知らんぞ。そうですね、それはだから僕が伝えてなかったから今こういうふうになってる。俺だぞ。でお客に伝えてないのか伝えとんのかどっちなんだって。お前伝えとるって言ってるじゃないか。1回目に足場で組んだ、まあ、伝えたんですけど、しっかりともっと足場なんかやっとらんだろう。高所作業車でやっとらんだろう。だからそれが会社通さないとできないんで高くなっちゃうんで、予算内に収めようって思うと高所作業車やるしか方法がないんでっていうふうに。でお前ピンコロで塗っとんだろう。そうですね。高所作業車になったらもっと手間食うがや。あの足場の方がまで行くってなったら料金かかるかなと思いまして。いや関係ねえだよ、高所作業車借りたらいくらや。3万です。だろう。1日で塗ったってことはお前ちょろっと塗っただけだろお前。そうですね、2面、家の2面塗れるわけねえよ。そんなもん下塗りまで入れて塗れんだろ。ね、まあそうですね。でめちゃくちゃな工事やって、はい、で俺らが保証しなあかんがよ。それベロベロめくれてるがよお前。トタンかなんかに塗ったんだろ。はい、トタンに塗りました。ピンコロで塗ったんだろ。ピンコロっていうのは一発で塗ったんだろ。あ、2回塗りました。2回なんか塗れるわけねえだよ、乾かんのに。なんで高所作業車に塗れるんだってお前。はい、まあ、バカじゃねえぞ。はい、すぐめくれてくるぞ。電話してくれ。もう俺行っちゃっていいか、お客さんに。なんでそれで嘘つくの。いつまでそれで嘘つくの。社長、本当に嘘ついてるつもりは、今僕が伝えてるのもうまく伝わってないだけかもしれないですけど、社長に本当に。どういうこと。あの1回目ちゃんと説明したんですけど、お客さんに、あの足場立ってからじゃないと。で相手はどういう状態なの。じゃあお前とも直接やってるって分かっとんだな。あ、分かってないです。それ分かってないから。分かってないならお前が嘘ついとることになっとるがよ。じゃあ直接やってないがよ。はい、だろう。すいませんでした社長。何のすいませんだ。あの今うまく伝わっ、あのその嘘をついてるわけじゃなくて、その1回目にまずお客さんに足場立てて、あ、高所作業車でやってからじゃないと、あの個人で会社通すってなるとできないですっていうふうに。でお前は伝えて理解しとるんかしてないんかって。相手がお前のその貼ったりなんかどうでもいいや。理解してないと思っとんだったらお前分かるだろう。お前子供か、お前バカなのか。バカじゃないです。あ、こいつ理解してねえなって、うまいこと言ったな俺って言って、それでやっとるわけだろ。直接に理解同士のふりして、いや僕は言ったんですけど相手理解してないんです、でも塗っちゃいました、あこの人分かってないんですって、まあ、そんなもん通らんがや。まあそうですね、すいません。それは終わった時、あのそうです、はい、すいませんでした。おっしゃる通りです。何のすいませんなの。いや、そのお客さんがさんから電話あった時に、ちょっともういいわ、ちょっともうお前もう言い訳いいって。もう認めるか認めんのかどっちかしてくれ。まあ認めんなら俺もうやるしかないもんね、これ。はい、もう警察の信頼、お前社員がもうかわいそうや。はい、みんなの第2号第3号生まれてくるで、お前みたいなやつは。はい、認めます。そのお客さんに、はい、ね、どうするんだ、どっちにするんだ、決めろ。認めます。じゃあ最初からいいや、いいや、伝わってないとか何とかこれとかだろう。はい、花からそのつもりだからお前、小遣い稼ぎでやっとるわけだから。そうです。ちゃう。はい、それに理解同士もじゃないとかなんとかこうとか、お客が理解してないだけとか、何でその嘘つき平気でできるの。何でできるの。
と説明してくれて、はい、なんでできるんだ、なんでできるか、嘘ですか、嘘ってか、まあ、客からさ、はい、嘘ついてさ、はい、こう作業して僕寝りますわって、はい、こうやったら原価下がるもんでってやったわけだろ、はい、そうです、塗り替え道場のフリーしてやってるわけだろ、塗り替え道場の社員としてやってるわけだろ、そうですね、一応名刺お出しさせてもらったので、はい、ちょっと どういうこと、お前はまだ認めてないのこれ、認めてます、塗り替え道場としてやって、はい、盗んだっていうのは認めてないのまだ、いや認めてます、どっちなの、認めてます、それとも、塗り替え道場ではやりませんよ、僕が個人でやりますよって言ったけど向こうが理解してないだけですって、どっちなの、いや塗り替え道場でやったっていうふうにでしょう、はい、じゃあ何、どういうこと今、いやそういうつもりじゃなかったんですけどって、どういうこと、いやそういうつもりじゃなかったんですけどというよりも、その塗り替え道場のふりをして、あの自分が塗り替え道場の社員のふりをしてやりました、それな、何を、ちょっと、いや、そういうつもりじゃなかったんですけど、何のつもりじゃなかったの、今言ったじゃん、そのつもりじゃなかったって、ようできるな、お前そんなことって言ったら、そんなつもりじゃなかった、こう、あって言って言うじゃん、はい、何、そんなつもりじゃないことを説明してよ、じゃ俺理解できるんだ、お前みたいなやつの考えが、はいはい、ただ10万か15万 ?17 万いくらや、15万です、いくらやって、1円単位まで教えろ、14万8000円です、14万8000円だろ、はい、でお前こうして作業者借りてきて自分で塗って、なんでそんなことできるの、教えてくれよ、動画回していいって言ったのにお前ちゃんと言い分あるんだろう、いや言い分は自分の小遣いを稼ぎたいというふうに思ったから、で自分の小遣いを稼ぎたら盗むの、人のも、いや盗まないです、いやでも盗んでるんで盗んじゃいました、で居直ってるじゃんお前、はい、すいません、居直ってるやん、俺バレないですみたいな顔してるやん、お前その、まあ、正直その言ったけど伝わってないっていうのは事実です、だけどその入会同士のサインをしてやったのは事実なんで、どういうこと、お前はそういうつもりはなかったってこと、直接個人でやりましょうっていうこと、そうですね、それはもうあの一番最初の現状の時にあの行った時に俺会社通すってなると足場組み立てるってなった時に高くなるんでっていうふうに説明させてもらって、僕が塗りますは塗り替え道場して塗りますって言ってるだけだろ、別にそれ言ってないだろ、個人間でやりましょうって、アルバイトでやりましょうって、塗り替え道場としてじゃないですよって言ってないでしょ、あ会社通す、俺が塗りますは関係ねえがや、別にうちの営業がお前じゃあちょっとお前どうしても足りんもんで僕がビス打ちますわって、大工さん頼んだら2万かかるもんで3万かかるもんで僕がドライバーで打ちますわっていうのはあるわけでしょ、別に、そんな、その、そういうことでしょ、お前が言ったのは、ただお客には、そうですね、でしょ、はい、塗り替え道場として僕がもう職人頼むと大変だもんで僕が塗りますねって言っただけじゃないの、そうですね、塗り替え道場通さずに私個人でやりますんで私のお金くださいね、だけど塗り替え道場関係ないですよこれって、まあ、私がアルバイトでやりますよって言ったってこと、会社は通さないっていうふうにはもうはっきり言いました、じゃあなんでじゃあそうやってお客さんは認識してないの、そんなこと言ったら分かるだろう、バカじゃねえなで相手も、はい、だその現状の時にしか僕が言わなかったんで、現状の時なんか関係ねえが、まあ、2回も3回も言っとんだもんで俺と話して、でお前がじゃあね、こう作業者でやったらさ、はい、お前カメラ回ってるであえて言うんか知らんけどさ、はい、お前がこう作業者でやったから安くなっとるじゃないんでしょ、これ天気工事しとるんですけどだけでしょ、下塗りも入れてないんでしょ、ケレも何もしてないんでしょ、水洗いもしてないんでしょ、もうすぐめくれてくるじゃん2年3年で、それをやったもんで安くなっとるだけでしょ、工事、はい、作業者なんかで手間に決まっとるやん、足場なんか限界くれや、4万だろ100平米以下、足場に振る単価4万だろ、工事作業者の値段と変わらんがや、足場なんか5000円か1万円ちょっと高いだけだわ、それでお前この上行ったり下行ったりしなかったもんで、しかも工事作業者やれるわけねえや、ペンキなんか別にお前がやったら安くなっとるわけじゃねえじゃん、お勘違いする視聴者、お前に頼んだらペンキ安くなるのかなって一発で塗ってるだけだよ、誰でも安くできるやん、はい、どうすんの、じゃあお前はもう言ったっていう言い張るんだな、あくまでも更新でやりましょうって、いや伝わって、あの言ってないです、塗り替え道場でやるっていうふうに伝えましただろう、はい、最初からいいやいいやよ、お前なんでそんな居直るの、
腹立ってくる。でもいや僕は一つだけ伝えたいのは、僕自身も一回会った時には会社は通さずにやらないと個人作業者ではできませんというふうには伝えたので、そこでしっかり会社は通さずっていうのを強調しておけば、で言ったんだなお前は。じゃあはい言いました。そこはもうで相手と直接やりましょうっていう話をしたのかしてないのかって、してないって言ったりしたって言ったり分からんのがお前の言ってることは。してますしてます。じゃあお前も直接やったっていうつもりでおるんだな。はい、僕は悪くないですなんだな。悪くないことはないです。何なんだって、どっちなんだって決めろお前。進まんねん話が本当に、はい、腹立ってくんなお前。何分喋っとんじゃんボケカス。はい、どっちなんだお前は。もう決定しろここで。もう僕は直接やっとるつもりでやってましたなのか、はい、塗り替え道場でな、はい、インチキしちゃいましたすいません許してくださいなのか、はい、で謝罪するつもりないんだろお前は。僕はちゃんと言ったんですけどねなんだろ、個人間でやりましょうって、塗り替え道場なしでやりましょうにしたいのか、でお前の意見を決めろ。で俺はもうそれお前にガチャガチャ言ってもしょうがないで、あとは客と話すだけだで、はい、だろ、はい、個人間でやっとんでしょってあんたらって。だから俺は保証できないよって、何があってもって、はい、話しなあかんね俺も、はい、ほんならそれ金ももらってきゃええよお前もな、はい、そういうことだろう、はい、だけどこれな、俺話して塗り替え道場保証しなあかんじゃんお前もな、はい、話せなあかんもんね、お前その15万の話、はい、だろう、はい、まあ、それが嫌だっていうのとかもう裁判所でも何もやるしかないもんな俺も、はい、それも社員もみんな やりだすがよ同じこと、はい、どっちにするんだって。すみませんでした。入会道場でやるというふうに。何でこれ2点3点すんだって決めよ。伝わってなかったんで僕自身も。伝わってないはどうでもいいって。もうそんなことは伝わるとか伝わらんとかそんなことを聞いてねえんだって。お前がどうしたいかなんだ。お前がどうしたいのって聞いとんの。お前はもう直接やりたかったの。やりたかったです。じゃあ塗り替え道場通すつもりなかったんだな。はい、じゃあそれでいいんだな。はい、あくまでも、はい、私は直接やりましたとちゃんと向こうにも言いました。でも入会道場そういうことだな。もうだったらいいよもう本当にな。結局もう裁判訴えたるで本当にな。もうやるしかないじゃん裁判で。追いかけたるわ YouTube で。 YouTube でそりゃそうだろう。俺もこれ仕事だもん。はい、だろ、はい、だろ。一回お客さんに電話していいですか。僕もいいって。俺が電話するで。お前がお前の意見が固まってからでいいって。お前がどっちなのか分からんだわ。はい、いや僕は塗り替え道場でさっきやりましたとか、はい、言ったんですけど言ってないんですけどじゃなくて、はい、な、はい、いやまあ、ビビっとんのかしらんけど、もう俺謝ったら許したると思っとんのに、はい、謝らんでお前、はい、いや違いますって言い訳したいなら試合、はい、だから俺はそうなったらもうとことんやる。はい、別関係ねえ。元社員だろうが何だろうが、うん、どうでもいいしな。うちの恥だわ、うん、うちの恥さらすで俺も、うん、だけど お前 どっちで行きたいのって言ったの、まあ、謝罪するならもう許したろうと思ってるわ。ごめんなさいって言うな、うん、でごめんなさいじゃないんだろ。お前は塗り替え道場じゃないって言っとるじゃん。どっちなのこれ。どっちで言いたいのお前は。入会道場です。ん、入会道場でなのでやりました。そういうことでしょう。はい、じゃあなんでそれ言わないのって言ったで。最初に来て言えばいいじゃん。そうやってすいませんでしたって、はい、魔が差したって言えばいいんじゃないの、はい、こいつの給料出したとね、まあ、またあれ 前みたいにもう勝手に給料から引くとあれだけど、給料渡してからもらわなあかんでさ、給料受け取って全部払ってけよ。手直しも全部しなあかんだろそこ。そんなお前ピンコロでお前終われんもん、はい、足場かけて直さなか。給料全部回収するぞお前の分。はい、全額ですか。当たり前だろう。足りんだろうお前。足場かけて直さなかんがよそんなもん。違う、いややらなかったら病返してやるよ。見に行きゃいいわ。動画にもそれでいいわ。くちゃくちゃになってるだろうで。くちゃくちゃだろうでお前なんか勉強になれへんのに。自分ポッケ入れとんだろうまずは。15万は当たり前だわな。だけど俺手直しも全部しなあかんだろ。25万渡すでお前ちゃんと渡してくれ。手直しも全部しなあかん。当然だろ。
おい、俺これどうかないでしょ、別に詐欺でも何でもない、脅迫でも何でもない、渡したくないって言うならいいよ、渡さんでいいけど、その、うん、分かりました、いいよ、25万丸々でいいよ、25万円に確認してます、あ、丸25万でもいいよ、まあ、細かいのは、まあ、に本当はいくらなの、正式には22やと、22、はい、あ、じゃあ22か、もういい、今現金、あ、あす、うん、今すぐ現金で渡して、でもそれ回収してこなあかんもんね、 あの辺とかいいですか、社会保険料とかいいですか、あ、そういうことか、すぐ出るの金額、もう出ます、ごめんね遅くに、お前悪いことやってる意識あんの、いや、あります、やってできんかもしれないけど、いや、そうです、お給料がなくなっちゃって言うなら、給料なくなるってお前15万ポケに入れたんだろう、泥棒して、お前やったこと泥棒って認識してないの、いや、すいません、すいませんでした、本当にすいませんでした、面倒見てもらってるのに、一応その、はい、あの作業代とかそういったのあのかかったことかかった部分あの払ってる、それは俺知らないで、手作業はお前が塗ってるだけだもん、手作業はかかってねえで、トイレも会社のやつ持ってっとんだろう、先生のやつ見ました、会社のやつ持ってっとんだろう、持ってきました、うん、だってやっとるよ、だって俺大損だから、はい、でお前これ保証して直しに行かなあかんが、足場かけて、お前会社のトイレも盗んでもやっとるわけだろう、多分で3万円もくださいって思うの、いや、そんなふうには思わないです、自分で何じゃ悪いことしたん でどうするの、いいの俺もらって、お前決めや、嫌ですだったらいいよ、まあ、そうだったらもう窃盗でも全部訴えなかん、俺も、はい、俺1万円でも2万円でもやるぞ、はい、お前決めや、勝手にやったわけだろ、横領だわよ、お客さんから勝手にお金持ってって会社に届けんと認めたわけだろ、はい、うん、だまあそんなもん、まあ、ええわ、謝ればええけど許したのかな、もっと思い、はい、それも謝るぞ、いや だから許されるって、もし言ったから許されるって世界でもねえしな、いや言ったんですけどねっていう世界でもねえしな、別に言ったら許されるみたいな顔して喋ってるけど、いやそんなふうに思ってないです、伝わってなかった時点でもう許されると思ってないです、栄養の何か紙持ってきて、栄養一応、うん、いや裏紙じゃ大きいじゃないか、じゃあ取っとかなか、一筆書かせなか、こんな後で給料よこせって言い出す、言わないですよ、いや知らんって、お前なんか信用できるわけねえだろ、俺がお見えみたいなやつばっかり見てきた、俺本当に今までうまいことだけ言って書けよ、自分で書かせます、横領したので、横領とか書かんでいいよ、で金持ってっちゃいましたって書けいいよ、二階堂さんのあれで、で今回給料20ない、まあそ上げとけよ、まあ、細かい数字出るでいただいたんですけど、はい、まあこれね、10万円とあとは修理お願いしますって3万円しか払えませんが、今回これで許してくださいでいいじゃん、3万円ぐらいしか払えないわけだろ、そう全部手直ししなかんね、いや本当にやってなかったらいいよ、訴えやいいわ、全部足もかけて直さなかんね、それ本当に信用に傷つくんだろ、うちの、はい、3年後でベロベロめくれてきたら、はい、二度と仕事頼まれん、その近所から、はい、私がお前本名を書けよ、全部下からし、お前遊びちゃうぞ、ほらボケカス、紙持ってこい、お前どこまで売りつけ合わせるんだ、ほんとあげえこら、なんだこれ、お前子供みたいな書き方しやがってクソガキ、お前本名で書け言っとるだろ、お前ほんとにお前おちょくとったらあかんぞ、人のことバカにすんなよ、お前ほんとにバカにしてない、バカにしとるやねんか、お前今さっき社長がですっていうふうに何々言わって言ったやんけ、お前そんな子供みたいな上に書いたり下に書いたり、お前もうやってること分かってんの、はい、許してくださいじゃねえの、はい、裁判沙汰に死んでくださいじゃねえの、はい、刑事事件に死んでくださいじゃないの、はい、それに意識あるお前、はい、なんだ俺許してくれると思っとんか、はい、だって俺甘えとるや、いや思ってないです、もうじゃあしっかりやれやお前、はい、どうやって書いたらいいですか、ですかこうですかって、これ現金給料、給料明細も入ってる、まあ、給料明細ないか、いい、ああ分かるよ、いい、
うん、これじゅな、うんね、受領しますもん。ちゃんとお前ちゃんと細かく会社名とか書けよ。でもまずは一つは何、お前がやったことだよ、はい、自分がこうこうこうでな、塗り替え道場の名前使ってお客さんから勝手にお金持ってきましただろう。まずは、はい、それについてしっかり書かなあかんだろう。でお前その書面もさ、このさ、ごまかせるような書類書き方すんなよ。もうほんと子供じゃねえんだね。じゃあ新しいやつ持ってこいよ、書き直せ。じゃあ今度はこのクックってやっていくか。ダメだろこれ書類だね。よし、わかった、ありがとう。まあいいな、これで。はい、すいません、これ持ってていいでしょ。はい、大丈夫です、先生通して、うん、うん、はい、ありがとう、はい、失礼します。お疲れ様です。わかった。いや、いつもの感じでした。何のいつもの感じだ。え、前にも隣ちゃいそうじゃん。わ、やめてください、私には。いつもの感じってのは、こいつが怒ってるんだやんけ。あ、これびっくりしたな。はい、うん、で、どうだったんですか。なんかちょっと私よく分かんなくて。いや、言い訳ずっとしとるもん。でももう話がなんかこういう風だろ。あ、こういやこう、こういやこうだろ。あ、でも結局よく分からなかったまあまあ認めるもんな、まあ、最後は認めたけど、はい、一番いかんのはあれだよな。いやもう直接やりますわって言って、もう直接やったら最悪しょうがないんだわ、まあ、いいわってなるんだ。もうそのお客さんも損するか得するかしないけど、直接の方が得だと思ったら、もう直接やりやすい。職員に直接やってって言って、はい、会社に内緒だよって言って言ったら、もう別に、ね、まあ、保証審議っていうかさ、それでもやっとるけどな、はい、なんかちょこちょこ出てきて、一番いかんのは塗り替えた女子金って乗って保証も全部ついてるもんで、あ、ひどいもんだよ。で違う、僕は違うってそういうつもりじゃなかったと言ってたろ最初はな。で結局じゃあもういいんだなそれでって言ったら、また言ってますとか言ってません、また言ってますって言って、また言ってませんって言って、あ、そうだったんですね。なんかずっとその押し込むんだよな。いや、そのつもりでした、まあでも言ったは言ったんですけどとか、なんか最後また言ってたろ。言おうかな、疲れた、こう食べてこういう話。まあ、さすがに本人の、ね、プライバシーもあるで、はい、まあ、ね、まあ、まあでも本当に長さしたんだ。だからって全部あいつも悪いわけないんだよね、はい、会社もやれるようにしてる会社もいかんし、うん、でも長さすんだよね人間だね。はい、まあ会社の大恥ですけど、はい、以上でございます。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。